よし、じゃあ次、いいね、さつみさん、いきます。ちょっとなんか書き方間違えたんですけど、あの、これ、私呼べるやん、隣にシェフが、ちょっと待って、だいぶテイスト変わったね。これは消化魔法ですか？え、どういう魔法？隣にシェフ、いや、もうみんな勝てんだから、違うじゃん、わかるでしょ、わかるでしょ。だから、美味しいものはおい、お上がりよとか言わないの。お上がりよ、お上がりよとか言わないの。私もすぐ出てきたけど、俺どちらかというと、辰巳さんがそれを振ったんじゃないかと思って一瞬ヒヤッとしたんだけど、まさかって思って。でもありうるな、ちゃんと考えてる、これやりよったな、やりよったな、これと思って。これオールでー、これ松岡さん仕込みましたね。これいいやけどですね。ですね、危なかった。違うよ、違いますからね。一応考えてますからね。これは違う。だから美味しいものがいつも食べたいときに、ね、隣にシェフがいたらいつも美味しいもの作ってくれるなっていう。なるほどなるほど。隣にシェフ。もうセットじゃん。セット。なるほどね、っていうことですね。なるほどなるほど。自分で作んないんだね。料理作れる魔法とかじゃなくて、それすら省いてしまうわけだ。確かに。だって下手したらね、もう出来上がったものをポンって出せる魔法だってあるかもしれないのに、まずシェフを呼ぶんだぞ。なぜそこ、なぜそこを介入させる必要がみたいな。確かに。そっか、全部ね。いやでもなんか作ってるとこを見たいみたいな。教えてもら、教えてももらいたいし。そういう意味でもやっぱ隣にシェフなんだね。そうそうそう、隣にシェフなんだ。あー。おそば。うん、美味しいです。種田さんのはい、松岡さん、心がはいすごい優しいなって思って、ええ、おそばつごちそうさまでした。よし、おそばつ、おそばつ、何してんの？打ち取れた。今回も大成功。おそ松。いきますよ。おそ松。こんなにも温かいご飯が、こんなにも温かい笑顔が、こんなにもすぐそばに。でもないけど、おいしいねの一言で。